おはようございます。娘夫婦はニューヨーク州の弁護士資格を得て働いていますが、そのようなキャリアを得ようとは思わないですか？弁護士にすらなろうと思わない人間のくず系 YouTuber、 海外難民です。僕はアメリカに住む偏差値30のおじさん人類です。先月恥ずかしながら34歳になりました。誕生日になった日、誕生日とも知らずに普段の地獄の日々を送ろうとしていました。妻から今日はあなたの誕生日だと言われて、ようやく気づいた次第です。僕は日本に家族はなし、誕生日を知っている友人もいません。なので自分で誕生日を思い出す習慣が自然となくなったのです。妻と結婚するまで自分が生まれてきたことを憎んできました。誕生日が来るたびに虐待をしていた母親のことを思い出すため、忘れようとしていました。もうそろそろ人生の半分生きたことになります。学生の時、若い時に努力せずになんとなく生きてしまい、今いる家族に迷惑をかけています。絶望いたします。さて、今年になって視聴者様から11月に行われる大統領選挙の質問をいただきます。ジョー・バイデン大統領、トランプ元大統領、どちらに投票するのですか？その二人についてどうお考えですか？どちらが勝ちそうですか？などなど。このような質問が多くあったので、選挙の動画を作ろうとは思っていたのですが、どうしても作る気にはなれませんでした。理由はいくつかありますが、まず僕に選挙権はありません。僕はグリーンカードを保持しています。永住権保持者には選挙権がありません。結婚によって永住権を取得した場合、3年で市民権に応募できますが、今のところ申し込む予定はありません。アメリカ国民になってしまうと日本人ではなくなってしまうので、これからもアメリカ人になる予定がありません。選挙権がない僕がこちらの大統領が良いなんて動画で話していても説得力ないし意味ないと思ったからです。もう一つは、アメリカでは政治の話をするのは基本的にタブーとされています。例えば、僕がジョー・バイデン大統領が好きですと言ったら、トランプ元大統領推しの人に叩かれるし、トランプ元大統領が好きですと言ったら、ジョー・バイデン大統領推しの人に叩かれます。どっちにしろ炎上するので良いことがないわけです。ただ最近アメリカのリアルを話すチャンネルなのに政治のことを話さなくて良いのかと妻に聞かれ、後ろ髪を引かれながらこの動画を作っております。今回の動画では誰が次の大統領になるだろうとか、この人の政策がとかではなく、実際に僕が生活している中で見たこと、聞いたことをお話ししていきたいと思います。まず次の11月に行われる大統領選挙ですが、皆様もご存知の通り、ドナルド・トランプ元大統領、ジョー・バイデン大統領、この二人の対戦になると言われています。他のパーティーからも立候補はあるのですが、
あまり僕の周りでは話をされていません。まず最初に僕がよく耳にすることは、どっちも年寄りすぎる。ジョー・バイデン大統領は現在82歳。僕は若い時、老人ホームで働いていましたが、80歳くらいの男性をたくさん見てきました。残念ながら、とてもアメリカのリーダーになれる年齢だとは思いませんでした。実際にジョー・バイデン大統領は認知症が始まっているのではないかという話もあります。One person wrote, "He clearly lost Wi-Fi. Please put him in a retirement home." Another person wrote, "Finally, they forgot to put new batteries in this clone." アメリカの大統領の任期は4年なので、もしジョー・バイデン大統領が次も当選したら、任期が終わる頃には86歳になります。僕だったらすでにお墓の中です。トランプ元大統領は現在78歳。同じような感じです。高齢です。僕の周りではお年寄りにしかアメリカに任せられないのかと絶望している人をよく見かけます。お年寄りが杖を持って戦っている感じとバカにしている人も見たことがあります。年齢は一旦置いとくとして、次の問題点はどちらも嫌われているということです。ジョー・バイデン大統領はこのインフレの引き金、移民問題などの責任があると言われています。ドナルド・トランプ元大統領は34個の罪に問われていて、現在も裁判が行われています。またトランプ元大統領のサポーターの方々が暴力的なデモを起こしたりして、前回の選挙でかなり騒がれました。ただ前回の大統領選挙ではこの時期から、俺はジョー・バイデン派だ、トランプ派だみたいな話をよく聞いていたのですが、今年は誰も俺はジョー・バイデン派だと主張する人は僕の周りにはいません。仕事終わりにスーパーに寄ります。最近難民家ではインスタカートといって品物を駐車場に持ってきてくれるサービスを利用しています。小さい子供が2人いると店内を歩いて買い物するのが困難です。しかも店内を歩き回っているとき、あ、これも食べたいかも、みたいな衝動買いも防げるので、食費が安くなりました。ニューヨーカーの運転はとてつもなく荒いです。How are you? の代わりに煽り運転。無意味に鳴らされるクラクションは、Have a good day という意味です。前回の選挙では、よくジョー・バイデン大統領の名前が書いた旗を家の前に飾っていたり、車にステッカーを貼る人がいましたが、それも見なくなりました。ただ、トランプ元大統領の旗は未だによく見かけます。家の前にこういった旗はもちろんですが、旗を掲げて車を爆走している人や、建設現場でメットにステッカーを貼っている人をよく見かけます。これはあくまでも僕の推測ですが、前回の大統領選挙でジョー・バイデン大統領に投票した方々は、彼の行ったことに満足しておらず、今回はサポートをやめたのではないでしょうか。
トランプ元大統領はサポーターが結構忠実に彼を応援しているというイメージです。動画の最初に今回の大統領選挙はジョー・バイデン大統領とトランプ元大統領の戦いになると申しましたが、実はロバート・ F ・ケネディ・ジュニアが僕の周りで少しずつ人気を集めています。彼は元大統領ジョン・ F ・ケネディの甥です。予防接種は自閉症の原因となると主張したり、強制的なコロナ予防接種に反対したりしていました。僕の周りではロバート・ F ・ケネディ・ジュニアにもいろいろ問題があるが、あいつら二人よりマシという理由で投票したいと言っていました。前回の選挙ではジョー・バイデン大統領はアメリカを良くしてくれるとか、トランプ元大統領が古き良き時代のアメリカに戻してくれるとか、結構熱狂的でした。今回は選挙について話すアメリカ人の顔から絶望が見て取れます。それかもう笑うしかない人が多数います。さて、ここまで僕の見た話、聞いた話をそのままお話ししましたが、僕は政治の専門家ではないですし、この国の国民でもありません。しかもアメリカ州は州によって政治観が変わってきます。僕はただ偏差値30、何も努力してこなかった34歳のおじさんです。この動画はあくまでもエンターテインメントなので、右から左に流してください。僕は1ヶ月前に無職となりました。大工組合から肉体労働の仕事を待つ間、もしかしたら動画編集や建設のマネジメント関係の仕事ができるのではないかと再び無計画な思い込みをし、約60社に履歴書を提出しました。先週1社から返答が来て面接に行ってまいりました。小さな建設会社でのマネジメントのポジションです。日本でのハンディーマン経験、アメリカでの大工経験及び現在大学で建設を学んでいることを買っていただき、面接に呼んでいただきました。久しぶりの英語面接で、室内が寒いと有名なアメリカでも僕は汗だくでした。簡単な自己紹介、どうしてポジションに応募したかなど聞かれ、淡々と面接は進んでいきました。合否は電話で知らせると言われたので、面接当日は何も言われませんでした。数日前、人事の人から連絡が来ました。結果はお見送りでした。理由は相手が求めていた現場経験が少なかったそうです。それ以外にもありそうでしたが、電話ではお答えいただけませんでした。僕のような能力のない人間はアメリカで仕事は見つかりません。深く絶望申し上げます。お疲れ様です。3ヶ月前から謎の腹痛に悩まされ、大腸内視鏡検査を受けることになりました。前日9時までに朝ごはんを済ませなければならなかったのですが、時すでに遅し、9時からはクリアの飲み物しか飲めません。絶望いたします。アメリカで治療や手術を受ける前は100枚くらいの書類にサインをします。多分僕に何かあった際に病院が訴えられにくくするためでしょう。
前日午後6時から下剤の投与が始まります。チアース。うますぎて声が出なくなりました。もっとポジティブな動画を出して視聴者様に不快な思いをさせないようにします。大腸内視鏡当日です。本日下かっぽじられるメンバーです。前回病院着を前後ろ逆に着ていましたが、今回はお手の物です。早速始まります。地獄の内視鏡中、麻酔医がさよなら難民さんと言った瞬間、意識が飛びました。本日はフードデリバリーお休みいたします。